お前にどうしても一つだけ言っておきたいことがあってな。どんなことがあっても親も兄弟もいねえてめえに力を手に入れてやる。俺の何がわかるってんだよ。あんたを殺したいとうずうずしてるぜ。やめてよ。サスケくんをこんなに思ってるのに、こうやってまたただこねて泣くことしかできない。もっともないよね。俺が修行の相手をしよう。話したのは数人だけだ。歪んでいた。知るかよ。体が勝手に動いちまったんだよ。